言ったわよね、必ず私を NGL へ連れて行くって。嘘ついたら針千本飲むって言ったわよね。じゃあ代わりにどうすればいい？付き合って、私と付き合って。な、わかった。はあ、まともに相手しない方がいいぞ。こんなやつ。私すごく行きたいところがあるんだけど。あ、ごめん、今日は無理。私たち付き合ってるんでしょ。準備？何の準備？それは秘密。サプライズってやつね。やだわもう。じゃあ明日の10時に掲示板の前で待ち合わせね。わかったわ。もしかしてお前さ、デートとかしたことあんの？うん、あるよ。じゃあ他にも誰かいるのかよ。うん、クジラ島には女だけの漁船もたまに来るんだけど、中には年下じゃなきゃダメって人がいて、町についてったりしていろいろ教えてもらったよ。大人だ。そういう人のことマニアって言うんだって。ゴン君、ここよ。ん？変じゃないかな。うん、すっごい綺麗だよ。くそー、俺一体何やってんだろう。これじゃまるで俺の方がストーカーじゃねえかよ。着いたよ。あの木がどうしたの？このままもうちょっと待ってて。すごい。海手ホタル、汽水域にだけ生息して今が繁殖期なんだ。綺麗でしょ。はい、プレゼント。世界で一番綺麗な花。その木の樹液がホタルのフェロモンとそっくりで集まってくるんだって。でも俺、パームが本当に欲しいものはあげられないよ。二人きりの時間。俺もっと強くなりたいんだ。キメラアントを倒せるくらい。そのためにはもっともっと修行しなくちゃダメなんだ。はぁ？何言ってんの？何してんだよ。あ、決まってるでしょ。罰を与えてるのよ。私の気持ちを踏みにじった罰、罰、罰。パーム、無理だよ。あんたの包丁なんか眠ってたって避けられる。捕まえてみろよバーカ。待てー。ダメだよキルは。こんなことしたら後でもっと怒られちゃうよ。私に無断で能力を使用しましたね。言ったはずです。不測の事態に備え私の指示を待てと。お前の血はかけがえのない貴重な源泉。かけがえのない。私だけのために使え。ノブ様だけのために。やっぱり私にはノブ様
ところでなんだその格好は。ああ、いえ、なんでも、全然なんでもありません。